三つ編みできないよ。そう、お話し会の時三つ編みうまくいったからさ、今日も三つ編みやろうと思ったんですけど、今日あんまりうまくいかなかったですね。こんばんは。見えてる？ツインテールではないのかもしれないって思った。そう、三つ編みって三つ編みお下げって言うじゃないですか。そう、それもツインテールに数える？どうする？みんなどうする？ツインテールも三つ編みとして数え、ん？三つ編みもツインテールとして数えられるんでしょうか。そう、スイスイさんヘアなの。そう、どうでしょうか、どうでしょうか。いやー、踊ることって楽しいよね。踊ることって楽しいよね。いきなりですが、お下げツイン、あ、確かにどっちもね。今日はバッチリライトついて、あー、よかった。そう、つけました。イエーイイエーイイエーイ。あ、どれがいいんだっけ、この光がいいんだっけ。どれが良かったんだっけ結局。そう、改めましてこんばんは。こんばんは、こんばんは。そう、今日ね、すっごいみんなには申し訳ないんですけど、あー、たくさんギフトありがとう。あー、コロコロありがとうね。ありがとうございます。本当にギフトたくさんありがとうね。そう、なんかもう飲み終わりなんですけど、ファンタの白桃桃味が出てたので買っちゃったんだよね。そう、5キロ痩せる宣言したのに5キロ痩せる宣言したそばからこれ買ってしまって、そう、申し訳ないです。もうでもほぼもう飲み終わっちゃう。申し訳ない、申し訳ない。そう、青汁ブーム終わった、これからです。青汁はこの配信で飲もうかって思ったんだけど、あったかい青汁が飲みたくて、でも50分だからお湯沸かすのちょっとさ危ないじゃん。お湯沸かしてからその青汁飲めるようになるのって10分かかりそうだなって思ったから、そう、青汁はこれから飲みます、これから。そう、なんかさ、お菓子をさ、グミ1個食べちゃったよりもジュース1本飲んじゃったの方が絶対に罪深いじゃないですか。そう、だからね、罪深いことを今しちゃってるんですよ。あ、そうだ、ドーナツも食べてた。ドーナツも食べちゃってた、そういえば3個も食べちゃったわ。そういえば忘れてた、自分がどうやって生きているのか何も分かってないよね。2.8 杯分らしい。何が、ちょっと待って、どこに内容量、あ、700ml です。砂糖16個分。もうやばい、本当に自分は今最近節制できてると思ってたから、全然そんなことなくて、全然そんなことなくて。そう、今日ピザの日なんだよ。そう、ピザ食べてないですね。そう、食べてない、食べたいなって思ったんだけど、なんかピザ屋さん安くなってたりしないのかな。ピザそんなことないか、そんなことないか。ドーナツは真ん中に穴が開いてるからゼロ。そうだよね、そうやって幸せな考えをしたらさ、きっとその食べた甘いものも幸せな風になって。そう、ピザ買ってる人多かったけど、本当？何ピザが好き？ね、私が好きなのはあれが入ってるやつ、ペパロニピザ。もう本当普通のやつ、チーズとそのペパロニだけのやつか、チーズだけのピザ。もうダメだ私、なんか選ぶピザの種類がさ、その本当になんかもう選ぶピザの種類が良くないよね。
そのなんだろう、シンプルなものってさ、なんか一番そう、マルゲリータとかさ、ちょっとヘルシーめのピザを選ばずに、そうアメリカン系ばっかサラミ、ペパロニ、なんだろう、サラミみたいなやつがピザには、これわかるの、わかります。そう、三つ編み珍しいの。そう、なんかお母さんとさ、よく二人でピザ食べるんですけど、そう、なんかいろんなピザ屋さんに行って、デリバリーか、ピザ屋さんに行ってっていうか、そのピザ屋さんで買ってお持ち帰りみたいな、そうそうなんだけど、そのお母さんはね、さすがすぎて、そうお母さんもさすがすぎるんですけど、そのサラダも一緒に頼むんですよピザ頼むときにサラダも一緒に頼む人なのね。だからもうシーザーサラダとか頼んじゃうのね、お母さんは。もう私なんなら一緒にマックナゲットみたいな、チキンナゲットか、マックナゲットはマックだもんねそうナゲットも頼んじゃうぐらい、ポテトとナゲット頼んじゃうぐらいなんだけど、お母さんはサラダをしっかり頼むから、そのおかげでどうにかこう、でもマック行ってさ、そのチーズバーガー、ダブルチーズバーガーとか食べたとって、そのサラダを頼んだり野菜ジュース飲んだとしても、それ以上のさ、わっってやつがあるからさ、ちょっとってなっちゃうじゃん僕たちももう無理ですって、あの体の中のさ、なんかヘルシー細胞みたいなやつがヘルシーじゃないですって、もうエラーを出してさ、エラーは出さないのかな、ヘルシー細胞ってあるのかな、ないか。そう、でもいや、ピザの話してたらピザ食べたくなってこない、みんな食べたヘルシー細胞ないか。いやー、踊るのは楽しいですね。そう、思い出いっぱい公演の楽曲だったら歌ってもいいみたいな感じ、ダメ、それもダメ、それもノンですか。そう、なんかもうどんどんほどけてる。こんばんは、いっか地面師がいる、はい、やめとこ、なんか声が、いやそうだね、歌うこと、緊急性公演で思い出公演やるかも、確かに確かにね。じゃあ歌うのはハロウィンナイトだけということで、テレテテテレテレテテテレテテテテレテテテレ、もうハロウィンナイトだけ歌えるのは、この12月21日まで歌える楽曲はハロウィンナイトだけハロウィンナイトだけということなので、あの私が口ずさんでいいのはハロウィンナイトだけなのでと、扉開けたらまるでタイムマシン、巻き戻された夢のディスコティー、君を探して怪しげなパーティー、踊り明かす永遠にこれ歌ってることになるんだけど、みんなこの1ヶ月間私の配信開いたらハロウィンナイトハロウィンナイトってれってってってれって永遠に聞かされることになるけど大丈夫ですかトラウマになりそう。私はハロウィンナイトはもう本当に、あの結構本当に好きな楽曲だから、そうそう、みんなで一緒にさ、こうやってダンスを覚えてさ、一緒にその踊れる、来年のハロウィンにはさ、一緒にみんなで踊ろうよ、仮装するだけじゃなくてみんなで踊ろうよ。
丈夫だよ。ありがとう。そうそうそう、大丈夫らしいのでよかった。楽しいです、ハロウィンナイトは。いやでもね、そう、改めてなんだろう、踊るのすごい楽しいなって思ったし、そのなんだろう、映像も見るのすごい楽しいなって思った。こう映像を見てたら、その映像倉庫映像倉庫とかにさ、まあ公園のあれあるじゃないですか。そう、その公園の映像というか、そのオリジナルの方々の、ありがとう、本当にたくさんありがとうね、ありがとう、組体操ありがとうございます、本当ありがとう。そう、あの、わかる、そのなんて言えばいいのかな、そう、映像倉庫に公演のさ映像とかがあるんですけど、そこでもね、ファンの皆さんが結構本当に踊ってて、そう、その私たちがやる公演以外も、あの、面白いなと思って、映像倉庫にちょっとハマっちゃってて今。そうだから見てるんですけど、そう、卒業コンサートとかも見ちゃってるんですけど、え、面白い女面白い女、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、面白い女です。うん、そう、ファンの皆さんが結構本気で、本気でじゃない、本当に踊ってて、そうだから、あ、じゃあこれはね、緊急性公演始まったらみんなにも踊ってもらわなきゃと思って。そう、楽しいね、そういうのを見ると。そう、でもやっぱりそのゆきりんさんの卒業コンサートをもう一日一回見ないと寝れない体みたいになっちゃって。そう、ゆきりんさんの卒業コンサートと、あとなんだっけ、あ、そう、あのゆきりんさんの卒業コンサートじゃない、あの AKB さんのコンサート、そう、もうずっと見ちゃっててやばいですよ本当に。まだ映像倉庫登録してるといつか開くね、見れるうちにたくさん見て、みんな。そう、 NGT のあれもあるので。やばい、頭の中に、頭の中にいっぱいいる、いろんな楽曲がいっぱいいて歌いたいのに、いつもだったら口ずさめるのに、いやー、口ずさめない。全く関係ない歌、口ずさむとか、最近流行ってる歌、最近流行ってる歌なんだろうね、最近流行ってる歌って何ですか、最近流行ってる歌、最近流行ってる歌ちょっと分かんない、どんな歌がありましたっけ、最近流行ってる歌。とりあえずバラしてすっきり。そんな私がすると思いますか。じゃあ全部飲みます。私がメールに書いたからだ、パンケーキのこと。あ、ここではいでも意味ないんだった。これ、はい、今はいだとてここで捨てないから。そう、1ヶ月の我慢です。ファンタがヒントか。本当に何もヒントじゃないから、本当に何もヒントじゃないからね、みんな。本当に私が、あの、危ないって思ってるものはもう本当に言ってないので。あれだ、あゆが、あゆがいつも踊ってるやつなんだっけ、あゆが踊ってくれるやつ、私が「あゆ踊って」って言うとあれ踊ってくれるやつなんだっけ、なんだっけ、みんな、あゆが踊ってくれるやつ、
忘れちゃった。鼻がかゆい。猫ミームでもしておく。なんかすごい、あゆと言ったら猫ミームなの、もしかして。ハッピーハッピーハッピー。何の公演だとしても行くから大丈夫。もうみんなその初日がさ、すごいもうみんなはたくさん、あの、なんだろう、初日はさ確かにみんな、なんだろう、来てくれると思うんですけど、初日以降も絶対来てくれるの約束してくれますよね。初日絶対来てねって、あの配信でも、あのお話し会でも言ったんですけど、初日以降も来てくださいますよね、皆さん。ありがとう、コロコロ、ありがとう、当たり前、ありがとう、それはそう。優しい。約束します、もちろん。あ、よかった、嬉しいです。予定があればもちろん行くよ。ありがとうね、本当にみんな。行ける日は全部ない。本当に日にち行けないよ、それ以降入れていく。ありがとうございます。仕事終わり次第すぐに。ありがとうございます。初日で燃え尽きちゃダメ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 です。でも多分みんなはあの初日を見てもっと来たいって思ってもらえると思うし、そう、多分ね、多分ね、多分じゃない、絶対、そう、絶対絶対絶対です、これは。本当に。でもこう私たちが4期研究生としてその講演させていただけるっていう、もう最高の機会をいただいたんだけどさ、そのもっともっとこう新潟の人にも、それ新潟以外の NGT を知らない人にも来てもらうにはどうすればいいんだろうって思いますね。そう、本当に、なんだろう、難しいなーって、どうやって宣伝する必要があるのかなーとか、もうなんかいっそのこと駅でビラ配りするとかさ、そう、なんかいろいろこう、なんだろう、さまざまなこう媒体があるんだからさ、急にね、急にハロウィンナイトとか言ってたのに急にさ話しちゃったんだけどさ、ラブラ2ってさ、もうみんなが一番来る場所じゃないですか。その新潟の方はさ、もう一番大事な場所じゃないですか。そう、顔認証とかもすごい大変な作業なんだけどさ、そう、ビッグスワンに来たアウェイさ、確かにそれいいかもね。ビッグスワンってすごいあれじゃんね、なんだろう、アルビか、アルビってさ、すごい本当に新潟のあれじゃんね。なんかね、敷居が低くなるといい、なんだろう、こうほんと気軽に、今日ラブラに行ったんだけど NGT48 劇場やってるから行こうかなみたいな、本当にそういう感じ、気軽な感じで入ってもらえればいいよねっていうのをずっと前の朝に配信した時に言ったんだけどさ、プリクラの、あーね、JK たちってことか。そうだよね、顔認証が大変なのかね。顔認証、チケットセンターの手続きがちょっとね、そう、私もすごい手こずった部分はあるけど、そうなんだよね。
やでも本当に素敵な劇場だからさ、推しメンがいるとかいないとか本当にそこは関係なくてさ、推しメンを劇場で作ればいいだけだからさそう、そこの心配はいらないじゃないですか。推しメンがいないからなじゃなくて、推しメンを作るために入るぞみたいな、ほんとそれぐらい名言きました、ありがとうございます。はい、なんかそれこそ平日公演がさ水曜日だったり金曜日だったりあるじゃないですか。その平日公演をなんだろうな、仕事帰りに行ってみますとかそういう方々も多いじゃないですか。そう、それをなんかもっとみんな来てくれたりしないかな。そうなの、声見に行ったら推し面増えていく説。そうなの、そうなの、本当にね。県内女性学生限定公演なんかめっちゃ良さそう。やっほー、こんばんは。ね、難しいね本当に。こうやってさ口で言うだけはもう何でもできるけど難しいね。いざ実行できるかっていうと、私がこう動けないって思っちゃってるのもまず違うかな。難しいよ、難しいよ。そう、でも私が考えたところで意味なかったりするのかな。難しいな。 ありがとね。たくさんギフトありがとう。難しい本当に、確かに。そうなんだよね。そう、でもさ、そのなんだろう、デジタルサイネージみたいなのあったじゃないですか、バンダイとか駅とかに一瞬の花火の宣伝のデジタルサイネージあったと思うんだけどさ、そのそれでさ常に、でも常にだとお金がかかっちゃうもんね。すごいよねきっと。こうなんだろう、劇場の映像を流したりとかさ、難しいよ、わかんないや。私が考えたところでそんなに変わらないし、そう難しいや。そうなんだよね、難しいね。いや全然経営者じゃない、だってただ私は理想を語ってるだけですので、本当に上の方々に任せてこいの頑張ります。とにかくね、私たちがクオリティもすごい、なんだろう、みんな来てくださる方が、あ、よかったなって思ってもらわなきゃいけないので、そう、よかったなと思って帰ってもらわなきゃいけないから、難しいね本当に。そう、とにかく私たちはそう、まあそういうの考えずに頑張るしかないのかな。あー、たくさんありがとうね、ギフトありがとうございますね。急にヒューってなっちゃった。そう、ヒューってなっちゃった。あ、ありがとうね。絶対考えたんだ。そうだよね。あ、ありがとう本当に。熊まみれありがとうね本当に。
新規の人に敷居が高いのがね、なんか難しいよ本当に。考えるのがもう本当に私がなんだろう、どん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 難しくなっちゃう。でどん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 三つ編みも広がってっちゃういやー難しいですね本当に。何時だろう、でももう30分になっちゃう。なんかこう今からこう面白い話にこう巻き替えていかなきゃ、巻き替えてこう巻き返ししなきゃいけない。なんだろうこう面白い話、なんだろうね、なんだろうな、なんだろうな、本当にわかんないな、なんだろうな、なんだろうな、もうちょっと、ポケポケの話、ポケポケの話、TikTok とか、TikTok？最近爆笑したエピソード、これ公演かな、爆笑したエピソード、TikTok？TikTok ってどんなのがあったっけな。メンバーのおもろ話。最新のこすり話。最新のこすり話。でもありますよ、あのありますよ、あるのかな、そのなんだろう、4期生ってみんな本当に面白くて、そうなんかね、4期生に関する話で言えば4期生、私がたまたま見たやつなんだけどそうこれたまたま見た話なんだけどね、その本当に私がそのほんとたまたま見た話なんだけど、アンナに関する話なんだけど、そのオフラインやったじゃないですか、オオカマ17日で、アンナがねオオカミのなんかなんていうの、尻尾と耳と手の着ぐるみみたいな、着ぐるみじゃないんだけどなんていうのかなこれそうこう狼になりきってたんですね。そしたらファンの方が「あートトロ！」って言ったらしくて、そうなんか「あートトロ！」って言われたらしくて、でそれに対してアンナが「狼です」って言ってるのがなんか想像できちゃって、そうめっちゃ面白くて。それをね、そう、トトロってファンの方に言われたっていうのをちょっと見て、面白くて、それがほんとたまたま私が見たやつなんだけどそうトトロそう絶対アンナは「あートトロ！」ってやる、オオカミですオオカミです、そう絶対オオカミですそう、それをちょっと思い出して面白かった、今その話を思い出しちゃってそう面白いなと思って、そうなんでトトロだと思ったんだろうっていうのと、そのアンナの冷静、トトロじゃないよ、オオカミだよじゃなくてオオカミですっていうのもなんかもう、そう想像できるし、そうもうね面白くて、それを思い出した時にうん、それめっちゃ面白いなって思った、ちょっとこれトトロに今度会いたいと思います、トトロねなんでこんな面白いんだろう、そう狼ですって書いてあって、なんかあのなんていうのかな、そのなんだろう、お話し会のレポートみたいなので、そうファンの方が挙げてたレポートだと思うんですけど、そのファンの方が挙げてたレポートに、あトトロ狼ですみたいなあのファンの方が、あトトロ木本アン
神です。思い出しただけで本当に面白いよね。ちょっとこれはこの先こすっていかなきゃいけない話かもね。ちょっとこすっていきたいと思います。はい。面白いね本当に。こすっていきたいと思いますこの話は。絶対アンナがこするべきネタなんだけど、ちょっと私がこすっていきたいと思います。はい。なんかさ、私だったらさ、そのサンタさんのコスプレしてたけど、その赤ずきんちゃんって言われたらさ、あ確かに似てるよねーで終わるじゃん。そう、似てるよねーだけで別に、あ確かに見間違えるよねーなんだけど、そうじゃなくてアンナはさ、狼なのにトトロって、そう、そこで狼ですって、もう切り返しもうパシッとアンナのさ、その感じといいさ、もう最強に面白くてめっちゃ好きで、その話が、そうたまたま私が見たやつだから。そう、ずっとつぼってる。そういつかのね MC のネタにできたらいいですね。はい。そう、あんならしくて好き、それが本当に好きで、面白かったなっていう話ですね。あとなんだろうな、あおちゃんがその、私がね、そのあゆがそれこそ大釜の時に、あの着ぐるみを着てたんですよ。うさぎさんの着ぐるみを着てたんですね。そうで、私が可愛いから撮ってあげるって撮ってたんです、勝手に。私があゆに撮ってって言われたわけでもないのに、私のスマホで勝手にあゆのことこう可愛いねって撮ってたんですよ。そしたら後ろに葵ちゃんがあのたまたま映り込んでて、可愛かった葵ちゃんがポケーっとしてて、そう、しかもそれでこの画角だったらこれぐらいで葵ちゃんが映ってて、でしかも全身でこうここら辺で映ってて、なんかちょっと空を見上げてたのね葵ちゃんが。そうで、私もあゆの写真を1枚だけじゃなくて5枚ぐらい撮ってたのね。でその5枚撮ってるうちで、そう、葵ちゃんが一瞬こっちを見てるのと、ちょっと空を見てるのと、こうなってるのが、そう、1枚目が、じゃあ5枚あって、5枚中の1枚目がこれで、2枚目がこれ、3枚目がこれ、4枚目がこれ、5枚目がこれみたいな、なんかちょっとねこうパラパラ漫画みたいになってて、それも面白かった。あゆはさ、あゆでとかそう、うさぎですみたいなポーズを取ってる後ろで、葵ちゃんがそうそう、葵ちゃんがその空を見上げてて可愛い写真だなって思ったから、そう、葵ちゃんの許可もらったらじゃあ載せますね、チャットとメールで。本当に好きでその写真が、そう、それが面白いなって思った話。あ、11点、ありがとう11点。たまたまね、その葵ちゃん、いや、いつもそんな感じでもないよ全然。そう、葵ちゃんがたまたまこう空を見上げてただけ。そう、あとなんだろうな、そう、あゆがなんか靴は買ったみたいな、靴を買ってその履きたかったからみたいなことをなんか言ってた記憶あるけども忘れちゃった。私の記憶力のなさもちょっと残念ながらないので、すみません、忘れてしまいましたね。でもなんか来年ね、来年じゃないわ、その次の来なんて言えばいいの、次回作のさ、オフラインお話し会だったら
どんなのがあるんだろう。ハラちゃんの宇宙人は見れてない。ハラちゃんの宇宙人はあの袋にしまってあるのは見たよその空気を入れる前、そう、それを見ましたよ。レッスンやってたら自然とネタが出てくる。確かにね、そうだね。そろそろ入ってちくらいしたいね。握手会とか普通にしたいんだけどね。ね、次のオフラインがあるといいですね。その時はもう私はねいっぱい考えたいと思います。いっぱい考えたいと思います。あ、ツーショットもねやりたいね。いっぱい考えます。私は今回はさ2部3部4部全部同じっていうのが多かったけど、その今度は2部3部4部ちょっとずつ違ったりする日もあっていいのかなって思ったし、そう、それこそなんか私服めっちゃいいねって言ってたので、そう、私服ってお話もしたいねっていう話があったので私服を今度入れてみようって思ったし、次のオフライン私も見たい見た見？じゃあ私もいろんな髪型のレパートリー増やしていきますね。あー、ありがとう、ありがとうね、たくさんギフトね。部数も増えるといいですね。そう、オンラインでもねお話しようね。全国握手会ね、いいよね。そのなんかすごい、なんだろう、その大越さんとさ美晴さんの横断幕みたいなあったじゃないですか、後ろに。それを見た時に、あ、私がなんだろう、画像で見てた景色がここに広がってるって思っちゃってそう、そう、なんかすごいあれだなと思った。なんかこれをさ、そのファンの皆さんのこの横断幕をこう持って、その前にメンバーがいらっしゃって、その後ろにたくさんのファンの皆さんがいてみたいな、そういう画像をさすごい見てたから、そう、なんかそれが卒業を感じるきっかけでもあるけど、最近だとなんだろう、さとみなさんとか、そう、そういうのをさなんか見ちゃうとさ、なんか、あ、私が見てた景色だって思っちゃって。全然です、全然です。セレモニーいいね。セレモニーいいねって今からこうしみじみしちゃったらあれだけど、そうやって皆さんが、そう、なんだろう、セレモニーを開催したいって思えるような人になりたいと思います。それぐらいの人になりたいと思います。ね、たくさんのファンの皆さんに囲まれながら卒業できるような先輩になりたいと思います。なんだ、なんだろう、17日の大釜の卒業メンバー、あれかな、2部3部4部で帰っちゃったから、そうなの、帰っちゃったから。選抜入りの時とかもね、絶対、でも次は絶対選抜入りするってこんなにそうね、ちょっとみんなからしたらあれかもしれないけど、私はいけるとは思っていますので、ここは卒業できるの、どうかな、できるかなできるかな。 AKB グループ歴15年だけど、ヘルカップちゃんは最高峰です。ありがとう、ありがとうね、本当にありがとう、本当に嬉しい。
それは心配できるかな、高校卒業できるかな、できますかねそう、高校生活だね、もう終わってしまうんだ、終わってしまうんだ、私は高校が、高校は終わらないか高校、私の中の高校は終わらない、ん、高校自体は終わらないけど私の中の高校留年アイドルはちょっとそうなんだよな、そうなんだよな、高校卒業するとお腹出すの、え、あ、じゃあちょっと高校卒業あれだよねってなっちゃうそうよね、留年はね、そうあれだもんね、留年はあれだけど、でも高校卒業したらお腹出さなきゃいけないんでしょ、なんかすごいこう私の手中の天秤がさ、もこんないや絶対にこうなんだけど、明らかにこうなんだけど、でもちょっとのあの出したくないの気持ちがこうこうなってそう、ね、AKB さんの新しいそうやつが急に出てきた、今から鍛えておこういやでも私はね、その難しいね、腹筋がないので、ないないというか、そのなんだろう、食べなければもちろんあるけど、食べたらないみたいな、食べなければあるよそう、萌さんの腹筋目指す、わかる、わかりますね、先輩方細い方ばっかりだからさ、そうなんか、うん、当たり前のことなんだけど、そのご飯を食べなければ、まあその日朝ご飯を食べなければ、まあ腹筋はあるの、あるのです、あるんだけれども、朝食べると腹筋が消えてしまうっていう、だから鍛えた腹筋とかでも何でもないっていうわけで、そうそう、なんかさ、わかるでしょ、でもなんか朝から何も食べてないな、ペコペコだなっていう時になんか腹筋出てくるみたいな、いやいやいや、撮影終わったら食べよう、確かに、でもなんかあれだね、塩抜き、そのサラダにはオリーブオイルだけみたいな、そういう生活をちょっとしたらちょっとちょっとうまくいきそうだけど、そうなんかむくみをさ、ちょっとわからないんだけど、私は常にむくんでるのかな、小麦抜き、小麦抜き、小麦抜きおしゃれ生活するの、いやー私はおしゃれ生活から一番ほど遠いからね、あでも待って、ありましたよ、おしゃれ生活、私の中のあの青汁でしょ、まず青汁じゃん、で冷蔵庫に五穀米が入ってました、冷蔵庫っていうかその炊飯器から冷蔵庫に移した五穀米がありました、そのタッパーみたいなのに五穀米がありましたよやばい、健康だ私健康、おしゃれ生活、三つ編み編むのどのくらい時間かかる、でもねここを一緒に編むのはすごいめっちゃ時間かかるけど、ここだけだったらもうさささささだから5分5分とかでいけると思う、いや全体で5分でも、ここも一緒に編まなきゃだったら10分みたいな感じかな、弥生時代の食生活確かに
確かにそれはそう。あ、グラノーラもあるよ。パスタもあるよ。パスタ食べたい急すぎる。パスタ食べたい。ザミ可愛いよね。可愛いよね。そう、そうなの。パスタ食べたい。小麦なんだ。パスタと小麦なんだ。コーンフレーク、オートミール、あ、すごい、あ、あーあーってなる。そう、ピザ食べたいんだよね今日。小麦を避ける生活めっちゃ大変。あ、そうなんだ。なんか難しいよね、その常日頃から食べないっていうのはちょっとむずいよね。そばとビア、そばとかうどんだ。それならなんかすごいね、日本のさ、やっぱ胃に優しくて、すごい胃に優しくて胃に優しくて、なんかこう太らなそうな食べ物じゃん。そばとかうどんとかラーメンとか、そのパスタとかよりはそばとかうどんの方が絶対にこう消化にいい、消化にいい。あ、うどんも小麦、どれが小麦なのかわかんない私そばは何、そば粉ってこと。あ、そうなんだね。難しいね。週に1回夕飯をする。でもね、そう、わかるの、わかるのってか、なんか、あ、今日別にそんなお腹空いてないなっていう時はそのままさ寝ちゃえば次の日の朝じゃん。そう次の日の朝にさなっちゃえばいいわけで、そうそうそう、なんかそうやって考えることが大切なのかもね。なんか変にお腹空いてない時って私来るんですよ。そうなんだけど、その夜ご飯その時にさわざわざ無理して食べなくても、そうなんだろう、食べたい、お腹はいっぱいなんだけど、まあ今からご飯食べても食べれるよみたいな、わかるのね。そうだから、そういう時に食べ、こう自分を節制のためにさ、そうそうそうみたいな。私そうあれだあれだ、その苦手な食べ物かもしれない、そのお味噌汁をかけたご飯はちょっとね苦手なあれなのかもしれない。そう、別々で食べたい派かもしれないですね。お茶漬けはいける。そうでもお味噌汁とご飯はなんか難しい。そう難しいんだよね。そうなの。お味噌汁とご飯は別の食べ物として食べたいですね。そう、卵かけご飯もあんま食べない。そう、そう、猫まんま、猫まんま、猫まんまってすごい鰹節のイメージあるんだけど、あれは何なの？わかんないよ、鰹節のイメージそう、いや牛丼はもちろん丼、カレーライスもカレー、それも上にかけるじゃなくて半々にないしててほしいみたいな。あとなんだろう、あとなんだろう、あれ、あとなんだろう、実際は猫にはあげるね。あ、でもほんと関係ないのか、かつお節。ホワイトシチューはご飯にかける派、別にする派、それ難しい話だね。でもなんかお家のシチューはあれなんですよ、シチューはシチューでお味噌汁みたいな感じで出て、ご飯はご飯でご飯として出るんだけど、学校だとさ、その ランチっていうか、その給食みたいなのはそのご飯にかかってるじゃないですか。
そう、なんかそれはそれで別に食べます、美味しいから。そう、そう、お家は別として数えるけど、でも学校は別として数えない数えるも何もって感じだと思うんだけど。本当にただのあれだよ、なんかあれですよ、あのカレーのシチュー版と一緒だよそのカレーの白ご飯の部分がなんか赤いケチャップライスとかで、そのシチューがかかってるだけですよ。本当にカレーの容器と同じ、本当に同じ、本当に同じ、全然おしゃれとかじゃないそう、ハヤシライスとかと同じかな。ハヤシライスって言うとなんか食べたくなってこない。ハヤシライス食べたいな、ちょっとお腹すいたな。ソフト麺にミートソース、美味しそう、美味しそうだな、食べたいな。ミートソースって言われると食べたくなるじゃん。うん、食べたい。今日カレーだった、いいな。なんかカレー、あ、そうなの、あ、冬だからか。冬だとね、やっぱ食べたくなっちゃうよね。わかるの。やばいね、ミートソース食べたくなってきたけど、もう私が唱えた話覚えてます？寝ちゃえば寝ちゃえば朝だからそう、だから変にね、あの無理して食べなくてもあれですよ。三角チョコパイか、あったかいもんね。ヨカッピはカレー作れる？カレーはいけます。そう、カレーとかほんと単純なやつしか作れない。カレーとか、あ、でも私作れるのあったよ、ロールキャベツ作れるまあ一回しか作ったことないんだけど、ロールキャベツ作れます。なんかわかんないけど、すごくない？ほんとなの、一回だけしか作ったことないんだけど作れるんです、本当に。そう、ロールキャベツだけそう、なんかすごい系の食べ物で作れるのはロールキャベツ。お味噌汁はまあ当たり前。そう、なんかもう簡単なやつは、そう、もう私は簡単なのをもうめっちゃ時間かけて作っちゃうけど、そう、ロールキャベツはなぜか作れる、すごくない？そう、なんか竹串みたいな刺してさ、そのスープも美味しくて。お味噌汁の出汁はあのスティックのなんか粉みたいなのを3分の1みたいな本当にそうやって、あのあれです、もう生ぬるい生活をしてるので私は。非常で振る舞ってほしい。いや絶対に、その私は自分でできてるつもりだし、まあ見た目でもできてるんだけど、そのなんだろう、お店出せるほどじゃないから、そうそう、今度作って写真撮ってほしい。でもめっちゃ作るの時間かかるんだよね。そう、いや作りたいって思ったら作ります。じゃあ、あとなんだろう、作ったことある。パスタとかはもうさ、なんだろう、簡単っていうか、もうみんなからしたら料理の部類に入らないだろうねすごい自分が作った人みたいなこと言ってるけど、そう、みんなからしたらきっとさ料理の部類に入らないでしょ。あとなんだろうな、肉じゃがは絶対無理だよ。肉じゃがは絶対無理。よく冷凍パスタ売れんちゃう。あー、いいよね。そう、担々麺とか。明日も配信、あ、
明日は朝配信します。6時半からかな。そう、究極のゆで卵、ゆで卵はできます。マリナさんたまにすごいご飯、いいな。いやでも私はそんな、もう全然全然です。麻婆豆腐も作れないな絶対。ラーメンはさ、そのなんだろうな、あの即席の方だったらもう私はね何だってできますよ。先に味噌を入れるか入れないかとか、火薬は先に入れなきゃだけどとか、オムライスもできる。私はオムライス本当に好き。一番作ってきた食べ物なんじゃないかな私が。そう、私が一番こう自信を持って、あの何か一つ料理作ってくださいって言われた時にできます。あ、じゃあ断食しようかな。断食しますね。それじゃあよし、それでは行きます。13位スマイルさんありがとうございます。12位かんちゃんありがとうございます。11位なおくんありがとうございます。10位えいえい王子さんありがとうございます。9位のっちーさんありがとうございます。8位ゆうくんありがとうございます。7位けおさんありがとうございます。よいしょ。6位かつさんありがとうございます。5位いそぴょんさんありがとうございます。4位まつわさんありがとうございます。3位とみのすけさんありがとうございます。2位ビールバラさんありがとうございます。そして1位はかまさんありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうね、本当に皆さん、ね、今日は1日2回配信、まさかの。そう、配信はできる時にやろう、週間じゃない日間だったんですけど、本当にね見に来てくれてありがとうね。そう、三つ編みだったし、まあ、ほぼもう崩れてすごいことになっちゃってるけど、それで明日はね朝配信なんですけど、そう朝配信なんですけど、朝配信6時半からしたいと思いますので、ぜひ見に来てくださると嬉しいです。明日やってるみ、あ、よかったよかったよかった、配信ありがとう。いや、こちらこそ。今日もシンデレラだね。あとなんだろうね、ご飯、作れるご飯、なんだろう、作れるご飯なんだろうね、何があるかな。何がある、みんな揚げ物は作れたことないかも。豚汁も作れないね絶対。そのさ、学校のあの家庭科の時間に作ったことはある。チャーハンも作れる、あのマニュアル通りのやつがあるから。あるじゃん、なんかチャーハンの素みたいな、それを使って作れます。オムライスかな、やっぱり。レンチトーストはお母さんが作ってくれてた、ずっと前、小学校2年生とかに。土曜日がそのたまにお母さんがパンケーキだったり、そのフレンチトーストを焼いてくれる日で、土曜日ちょっとさ遅めに起きるじゃん、11時とかもうその当時からもうめっちゃ寝てる子だったんだな。そう、11時とかそのお母さんが起こしてくれて、そしたらなんかフレンチトースト焼いてる時でみたいな。ね、フレンチトースト食べたいね。またママから教わろうねー。あのホットケーキは作れるけどさ、そう、一人で食べることは難しいんですけど、袋一つ今考えるとね。あ、あるホットサンドメーカー、なんかお母さんが買ってた、ずっと前、ちょっと前、また今年の夏ぐらいかな。そう、お母さんがホットサンドメーカー買って、あの食パンをめっちゃ焼いてて、私も一緒に焼いてましたそう、こうやってカチャってやって。そう、あるんだよ。
モッツァレラチーズいっぱい入れてそれだけで食べてた最近食べてないけど食べよう。またもうほんとモッツァレラチーズをずっとこうやって食べてました。あ、そうなの、肉まん挟んで、えー、美味しそう。半分食べ物確かにやばい。もう何秒だ今。あ、今30秒になるとこか。え、本当にね、配信見てくれてありがとう。今日も、明日はね、そう、朝配信なんだけど、ありがとうございました。で、またね、ありがとうね、おやすみなさい、またね、おやすみ、またねおやすみなさい、またね、ありがとうございました、またね、おやすみ、またね、切れないね